さて、わしも向こうに戻ることとする。だが別れる前に聞いておきたい。ナルトとサスケ、我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか？答えは変わんねえよ。仲間を守りたいってのは昔からの俺の望みだから。そうか。あ、そういや、無限つくよみにかかったみんなはどうなるんだ？俺っては早く助けてやりてんだけど。下術のやり方は簡単だ。美獣すべてのチャクラを持つナルトとリンネガンを持つサスケが互いに根の因を結びさえすればいい。なんだ、意外と簡単なんだな、サスケ。ああ、良いのか、あの時のお前の答えは。奴らを解放することは構わない。ただまずはこの無限つくよみの中、今の五影どもを処刑してからだ。なんだと？サスケ、お前はまだ復讐を望んでるというのか？サスケよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？お前の正直な考えを聞きたい。今までの影たちがこの状況を作った。だが俺が火影になり里を変える。そのお前の言う火影とはどういう意味だ？そんなに知りたきゃ教えてやる。確かにかつての俺はただ破壊を望み、復讐だけが目的だった。だが今は違う。破壊し、そして作り直すのさ。闇を抱えぬ里を、世界をな。つまるところ、俺の掲げるもの、望みは革命だ。地獄転生！これで邪魔者はいなくなった。お前以外はな、ナルト。うまくいかぬものだ。結局はインドラとアシュラと同じ道を歩むのか。いや、兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。場所を変える。お前なら分かっているな。私にはどうすることもできないって本当は分かってる。サスケ君をこんなに思ってるのに、大好きなのに。寄り添うことも差し違えることもできずに、こうやってまたダダこねて泣くしかできない。みっともないよね、本当。でも
でも私のことが心の隅っこにあるならお願い、もう遠くへ行かないで。お前は本当にうざいな。さくらちゃんに現実までかけることがねえだろうが。さくらはお前を助けたかったんだ。ずっとお前に殺されかけたこともあるこの子が今でもお前のことを思い涙を流すのは、お前を愛して苦しんでいるからだ。それが失敗した過去の縛りなのかもな。サスケ、約束したんだ。昔さくらちゃんだ、サスケは絶対連れて帰るって。先生、俺の人道はもう知ってんだろ。行ってくっつ。ああ、頼む。親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。初めから一人きりだったてめえに俺の何がわかるってんだ。お前たちとのつながりはもう断ち切った。前にも言ったはずだ、親も兄弟もいねえてめえに何がわかるとな。他人は黙ってろ。やっぱここかよ。懐かしいな、サスケ。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それに火影だってお前には渡さねえ。お前は火影が何なのかまるで分かってねえ。俺の望みは革命だと言ったはずだ。俺の言うほかげはお前のそれと全く違う。内張りたち、影に生き影から里を守りきった兄の生き様はお前も知っているだろう。俺の思うほかげとはまさにそれだ。闇にいようと里を思い、一心に憎しみを受けようと平和のために行動する。そのためならいかに己の手を汚そうとも構わない。そこで生じた憎しみは俺が引き受ける。俺には父も母も兄もいない。ただ一人だ。全ての憎しみを一人だけで背負うことができる。そう、俺の言うほかげとは、五影すべての闇を己の炎一つで焼き尽くし、その灰を食らって生き続けるものだ。お前はイタチの生き様を分かっちゃねえよ。一人だけじゃできねえこともある。かぐやとの戦いもそうだったろうが。それはうまくいくだけじゃない。この二体の石像のように、そして俺たち兄弟のように、
結局今この世界に必要なのは革命だ。これまでの過去の闇は俺が処理し、真っ白な未来を一から始めていく。お前は第七班の思い出も全部切っちまってのか。そうだ、俺は過去を切り捨てる。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。第七班や仲間たちがいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうすればいいか分かってんだろ。Yeah.